そして東電の近くを通る皆さん、東電から帰る皆さん、これからの訴えを聞いてください。私たちは東電前アクションです。2011年311と1週間後から東京電力や再稼働をさせようとする電力会社本店の前で抗議行動を続けてきました。福島原発事故は何も終わってません。被害者は増え続け、労働者は犠牲にされ続け、福島の人々は全く責任のない被爆をさせられ続けています。20キロ圏内の人たちは何の生活保障もまともに受けないまま体が死にされています。その全ての責任は国、そしてこの東京電力にあります。しかし東電は今柏崎刈羽原発を再稼働させようとしています。あまりにもありえない暴力です。原発再稼働、原発の事故を引き起こし、史上最悪の被害を生み出して、何ら収束もできていない、当然その能力ももはやない東電が、たった2年4ヶ月後に堂々と柏崎の再稼働を公表する、こんなことは絶対にありえません。私たちは東電前アクションは福島を見捨てて新潟を殺すのかと打ち出して、この7月7月16日と中越沖地震から6年後の今日、あの時に柏崎原発を止めなかった責任、311を起こした責任、そして再稼働を再びしようとしている空前の犯罪、それらを問うために 7.16 東電前抗議を始めたいと思います。この後のアピールで今の東電がどのような犯罪的なことをしているのか分かると思います。街行く皆さん、参加者の皆さん、ぜひその訴えに耳を傾けてください。では今日のテーマ、この 7.16 の意味、そして現在の再稼働の問題、それを皆様からアピールをお願いします。ありがとうございます、今の司会と呼びかけるにも書きました。この7月16日中越沖地震があり、柏崎の放射能漏れ事故がありました。私たちは非常に後悔を覚えています。この日を起点に、奈良一族を起点に大きな反原発運動をすることができていたら、そして再稼働を阻止することができていたら、ひょっとすると、いえ、かなりの可能性で三一地震、福島第一の事故と、そして今も続くこの多くの人の苦しみはなかったかもしれないと思っております。そういう非常に苦い、辛い思いを抱きながら今日ここで私たちは立っています。さて、私たちが緊急行動でここで立った7月5日、東電広瀬社長が新潟に行きました。その時に新潟県泉田知事が語ったことを、この東京電力今中にいらっしゃる方はもうご存知だと思いますが、あれは再稼働に賛成できない新潟の人、新潟以外で私たちを含め多くの人の言葉でもあります。もう一回ご報告をさせていただきましょう。安全よりもお金を優先したのですね、東京電力さん。この辺にですね、スピーカーを常設して10分に1回くらいこの言葉をあなた方に投げつけてあげたい。もう一回言いましょう。
安全よりもお金を選んだのですね、東京電力さん。この問いかけにあなた方ははっきり答える必要があります。呼びかけ文字も書きましたけども、柏崎刈羽の原発を動かすということは青森県下地半島出身の設備にさらに使用する核燃料を動かせるとやって沖縄の青森下地半島にさらなる利権を得ることがあります。また核弾頭の問題もあります。これから海外の使用もしている6号機7号機の下の中にも核弾頭があると指摘されています。そういった事実を全部知った上で、さらにここで東電は柏崎刈羽を動かそうとしている。もう本当何回も言いたい、安全よりも自分たちのお金が大事なんですね。あなた方は間違っています。完全に間違っています。今までも間違ってた、そして今も間違っています。いつまで間違いを続けるんですか。皆さんの声でとにかくこれを止めていきましょう。どうもありがとうございました。柏崎の参加を止めなければいけない。お客さんに私の顔をするものは、乗り込まない。
立ち上げ中の現地ツアーを比較し、そして現地との関わりの深い方から、現地での存続、そして再稼働などありえないというアピールをお願いしたいと思います。総理をよく聞こう。皆さんこんばんは。5月に柏崎に来た時には皆さんにもいろいろお手伝いしていただきありがとうございました。今日柏崎パリアでは追悼集会が行われております。2007年7月16日、15分ごろ震度6強の地震に見舞われました。そして稼働中であった3号機の変圧器から火災が発生しました。そして放射能が出てきました。この通告は1時間にもわたって東京電力からの通告がありませんでした。結局原発内の消防団が何の対応もできなかったんです。そこで柏崎市を発熱した近隣の消防隊が急遽向かって約2時間後に追加するということがありました。しかしこの柏崎刈谷を襲ったいわゆる中越沖地震では15名の死者が出ております。そして2300人ぐらいの重軽傷者が出ております。さらにはこの2007年以前の2004年中越地震、いわゆる長岡市の山越村や落合市を襲った地震が起きました。確かに東北大震災に比べれば中規模の地震だったわけですが、しかしこのところこの中越地域は2004年2007年と度重なる地震が起きている地域です。5月にバスツアーで行った際も札幌島はどんどん沈み込み、何度も何度も盛り土を繰り返してもやはり沈んでしまう。あるいは原発の最初の近くでは道が隆起したり曲がったり、そういう軟弱地盤です。こういうところにやはり原発を乗せることにし問題があります。そうして刈谷村を中心として原発の話をして既成事実を積み重ねようとしているわけです。しかし規制庁が要求しているベッド、ウィルタースクのところにおいても確かに接種部分そういうものは取り除ける構造にはなっているそうですが、しかしガスや様々な放射能は出てきません。何よりも福島の中で明らかになったのことや、あるいは2003年の地震の中で2時間も通告を遅れてしまう、このような対応の中でどんなに原発を行ったところでこれで
ということです。それは変わり者と言われている泉田知事に対して激励の発表がしましょうよ。私たちと一緒に最大限前方しているのは泉田知事です。そして柏崎知事の人々と一緒にこの再稼働を止めていこうではありませんか。こうした私たちの小さな組織であっても地元の人間を十分に励ますことができる人ができますので、どうぞ皆さん積極的にやっていきましょう。そして地元の反対派が配慮ではなく、ごめんなさい、再稼働ではなく配慮を求めているわけです。この今柏崎地方においても、選挙の中にありますが、どうか私たちは選挙だけではなくこうした動きを着実にものとして福島、柏崎、首都圏を結ぶ構図を力強い構図にしていきましょう。どうぞ皆さん、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。当面は相変わらず地元を無視し続けていますが、これがこれらの地元の声であり、再稼働は誰も本当に幸せなんかしない、福島を経てこれをやるなんてことは見えない、それがよく分かったと思います。そして再稼働に抗議する地元の動きは日本中に広がっています。その動きを横につなげて戦っている再稼働阻止全国ネットワークが今あります。4月8日には熱い戦いがネットワークを中心に繰り広げられました。今も続いています。全国各地の戦いの報告も含め、その点について再稼働阻止全国ネットワークの木村さんから怒りの抗議とそして解説をお願いします。再稼働阻止全国ネットワークの木村です。実は先週の月曜日、11時半ですね、ここへ私たち来ました。その日はちょうど新規制基準が施行された日です。その日規制委員会に抗議行動をした後、ここに来て東電に対して柏崎さんを動かしたという要請行動をやりました。東電に対してずっとアクションしてこられた皆さんの努力は本当に素晴らしいことだと思います。で、今も福市は収束していない。福市15万人以上の人が避難している。そして保障も十分にされていない。廃炉の道もまだよく見えていない。そして水も川も海も汚しっぱなしている。こんな状態で柏崎刈羽を再稼働をさせようとする東電はあまりにもひどいと思います。私はこの発表を聞いたときに、お、チャンスが来たぞと私は思いました。変な言い方になりますが、東電がこんなことを責任し、福市の事故の一番の責任者である東電が、柏崎刈羽の再稼働をするなんてとんでもないです。こんなことをするということは、いかに、無知な国民であってもやはりおかしいんじゃないかと思うと思います。で、メディアの報道もそういう風潮が現れています。私たちはこれはチャンスと捉え、この東電に対して柏崎刈羽を動かしな、福市の収束をもっとしっかりしろ、みんなの保障をしっかりしろ、責任を取れ、福島を戻せという訴えを続けていくべきだと思います。先ほど話した7月8日のこの新規制基準が施行された日には、私たち、再稼働阻止全国ネットワークは8時半に規制委員会のビル、六本木ファーストビルの前に集まって抗議行動を開催しました。
私たち集まったのは80人だったんですが、まあ、朝早いということで、月曜日の朝でしたから早いということで80人でしたが、メディアがたくさん来てきました。もちろん事業者がその日に再稼働の申請を出すということがあって、その報道のために来たということもありましたが、それ以上にやはり新しい規制基準ができて、これから新たな安全神話が作られようとしている、その元日であったわけですね。その日に私たちは抗議行動を作ることができて非常に良かったと思います。私も、まあ、いくつか突出して、報道されてしまいましたが、そのこと以上にあちこちのメディアが報道してくれたということは、この80人の行動としては非常にコストパフォーマンスのいい行動であったと思います。実は朝日毎日、東京新聞はもちろんですけども、それ以外でも読売ですら出た記事ではありますが、9日の朝刊に載せてくれました。8日の夕方だったかな、に載せてくれました。それから珍しいところではジャパンタイムズとか、それからスポーツニッポンも載っていました。スポーツニッポンなんてあんまり皆さん読まない人が多いかもしれませんが、一般の人たくさん読んでいます。事業者への再稼働の申請に伴ってその記事とともに私たちも抗議行動をしっかり行動してくれました。そういう意味でこの抗議行動はやはり一つのエポックだったと思います。当然行動もこちらの当然アクションの行動もやはりそういったエポックをうまく使いながら、ぜひ引き続き頑張っていってほしいと思います。ついでに規制庁の話をします。規制委員会は、今日、その8日に出た申請を受けて、最初のヒアリング、評価会合が開催されました。10時から、15時ぐらい、15時半ぐらいでしたかに行われました。残念ながら私は申し込んだんですけど、私は拒絶されました。実はもう2回目なんですが、今は傍聴を受けできませんというメールを頻繁にいただいていて、受けさせてくれません。単に新規制基準が決まるときに応募を出した、それだけの理由で私は拒絶されています。今それはそれとして、一番大事なことは先ほど言いましたように、この新規制基準で新たな安全神話が作られようとしているということです。これに対して私たちはしっかり抵抗していかないといけません。これから半年、今日スタートした評価会合がこれから各、サイトごとに、開催されていきます。毎日のようにこの会合が行われます。大井の会合ですら4月から6月まで14回も開催されて、そしてたくさんの問題が出てきていながら、結局大井を止めなかった、それが規制委員会の姿です。でそれをこれから彼らはその出来をさらにずっと、いやこれからやり続けるわけです。泊まり、伊方、それから仙台、そして高浜、そういったところに対して、その評価会合をこれから開催します。そして何やかんや彼らは猿芝居をこれから演じるわけです。なんだか規制庁の人たちもかなり厳しいことは言っています。ですけれども、最終的に確認するわけですね。それと同じように他の新しい、これは全部新しい機械です。新しい原発に対しては原子力マニアの要望に応えてこれから動かしていくと思われます。その猿芝居を私たちは監視して、芝居であるのでそれおかしいぞということはやはり言い続けないといけない。そのために私は全部お待ちします。傍聴は無理だとしても、今パソコンでのウォッチができるので、そこで傍聴していきます。そして声を上げていきます。この努力がずっと必要だと思います。皆さんもぜひやっていただきたいと思います。それから最後にもう一つ、
92日しか投げないそうです、前回5月23日には296名の人が整理券をもらって、そして14名が入りました。今度も92名しか入れませんが、それでも500人近くの人に集まっていただいて、大合計、そしてたくさんの人が当事者である、僕はみんなだということを訴えて戦いを続けていきたいと考えています。皆さんもぜひ今からチラシも配りますので参加していただきたいと思います。共に頑張りましょう。ありがとうございました。例えば今民主党の代表の
大変な男子という人ですか、あの人は、日本を救った人物、そのような賛辞を送っています。産経新聞の社説なんかもひどいものですが、まさにあの岸田元首相が英雄であるかとか日本を救ったかとか、そのようなことが語られています。自分たちは吉田所長に感謝している、そういうことも聞いています。そういうことも含めて、吉田元所長はこの就職作業に関する尊敬や敬意を表するわけですが、しかしですね、よく考えれば、やっぱり吉田元所長はこの東電の執行役員という肝心の幹部だったと、本当に対して怒鳴り返せる立場の人間だったと。そして、個人献金という形で自民党にお金を出して原発を推進してきた人物であると、そういうことを私たちはやはりリアルに見なければならないし、あるいは津波の危険を知りながら、12メートルの津波など家庭の数字に過ぎないということを言って津波対策を怠ったのも吉田元首相です。賛美する、美化する、そういうことは福島第一原発事故の原因的にそういうものを覆い隠すことになるのではないかと私たちは思っています。思い起こせば1945年に終わった日本の侵略戦争、あの戦争に誰も自ら責任を負いませんでした。生き残りました。その人たちが一体戦後どういうふうになったか、戦争推進勢力から原発推進勢力になったではありませんか。そして彼らは55基もの原発原子炉を日本中に設置して、その結果が2011年の福島第一原発事故です。私たちが指摘したいのは、そういう人の死を、あるいは英雄、賛美する、そういうことが、いかに、戦争、あるいは原発事故、そういうものを責任を負い隠し、そのことがさらに社会に対価をもたらすか、そういうことを繰り返してはならない、そういうふうに思っています。そのような東電マンションの声明を出していますので、ぜひご覧になってない方はぜひ、インターネット内でちょっと検索すればすぐ出ると思うので読んでいただければと思います。でですね、2つ目の話題が、あるのですが、先ほど、司会の方からも触れられた最新の週刊朝日の記事なのですが、これが東電の幹部と経産省の幹部が直接メールでやり取りをしていた、その内容が暴露されています。このメールは CC メールという形で、東電だけでなく経産省と、東電、国連、20年、関連などがも含まれていて、こういう本当に原子力村というものがいかに癒着、ベタベタに癒着しているか、そのようなことが示されているわけですが、7月2日に東電が発生した火力の再稼働方針を決めて、その後、主にその後のやり取りというものがこの週刊朝日の記事に掲載されています。東電の幹部に宛てたメールです。読み上げます。再稼働を決めて反発が怖いのが
御社が柏崎北のあの災害を向かれる時でしょうか。一気に世論が高まり、地元もノーと言うしかない状況になりかねません。過去の揺られの積み重ねが一気に壊れてしまう。そこのところいかがでしょうか。公表にされておられるとは思っていますけれど、これが経済産業省の担当が当然の発表したです。過去の揺られの積み重ねがあるでしょうか。あれは公表にされているとは思いますけれど、そういうことを考えながら言うわけです。ちょっとありえる、ありえますか。これありかな。地元に対する村工作をそういう国の役所役人が、推奨する、そのような形でずっと原発が、実施されてきたんですが、あの福島原発事故を起こしても経産省はそのような態度で電力と癒着していることはもちろん言うことはできません。そしてですね、今度は次もちょっとこれ経産省の幹部が公電に挙げたものです。夏に猛暑という二度の形成はどうなるのでしょうか。福島第一の事故で二度の夏を経験、結局原発なくても電力が賄えたので大丈夫かなという意識が国民に植え付けられているのではないでしょうか。もう電気が足りないというだけでは国民の意識は変えられない。気温40度が3日ほど続けば原発再稼働してほしいとの声が高まるはずです。県に任せるのも辛いところです。昔のようにお金だけでは世論を操れず、時代が変わってしまいましたね。これ本当に困らされたね、お答えするわけです。これに対して東電側の東電の幹部が経産省の幹部に送ったメールです。今年の夏は気温40度くらい猛暑になれば議会世論ともに再稼働容認になるだろうとかつい期待してしまいます。毎朝天気予報を見て気温が上がれ上がれと新聞の天気図に手を合わせています。ビールを飲みながらそんなこと言ってら 笑わせている上司もいます。情けないですが、今のうちには猛暑なのにすがるしかありません。はずじゃないですが、上がれ上がれ。これ本当にこういう文面ですか。これぜひ原稿を読んでほしいんですが、この建物の中で、そういうメールをこの都電の幹部が経産省の幹部とやり取りをしている、その一方で今福島はどういう状態だったの。15万人以上の難民がいて賠償も進んでいない。いまだに汚染水が濃度が上がっていて、海に溢れそうだとか、おそらく溢れている、地下水もどんどん汚染されている、そういう状況の中で原発を動かすために天気図を見て温度が上がれ上がれと手を合わせているという当然幹部、それがこの会社の体質である。絶対にしてはいけない。あの事故から何を反省してるんだ、この会社は。何も反省してないじゃないか。あと一つだけメールを紹介したいのですが、当然の幹部が文字に触れている歌詞です。これはまた経産省の幹部に言っているわけですが、文字はガンですね。税金ばっかり使ってこのざまでしょ。今は核燃サイクル、化粧をしてもそれでも大丈夫ですよとしなくてはいけない時期です。我々民間の事業者から見ると実に甘い、ぬるま湯だ、点検くらいしておけって気がします。これは東電が言っています。一体何を言っているんだと。例えば2003年東電は事故隠し、そして点検も何千何万の点検漏れの隠し、隠蔽が発覚して、福島第一、第二柏崎怒りは全部原発を止められたではないか。そういう点検隠し、点検ミス、点検漏れの常習犯の東電が文書の点検漏れに対して嘆く、もう
柏崎カレーに関してもつい最近でも、何百箇所 の点検漏れが発達しています。まあ、そういう東電が文句 の点検漏れを嘆いて、私たち民間から見れば、文句 の、まあ、そういう体制が甘いなどという資格はもう東電などにあるはずがありません。そして、まあ、はっきり言えば事故隠しや点検漏れのない原発原子力施設などというものは本当に私たちありえないと言うしかありません。原発に点検漏れや事故隠しはもうほとんど必須のものであって、それなくしては動かすことはできない。あとはごまかしごまかしに動かし続けて、してその結果が2011年3月11日の福島第一原発事故ではないか。まあ、東電は柏崎刈羽原発の再稼働方針を決めました。まあ、おそらく新潟の反発もそれなりには織り込み済みで、まあ、すぐには動かせるとは思っていないのではないかと思います。まあ、それはもう本当に再稼働方針を打ち出すことで、まあ、株主を納得させる、あるいは銀行団を納得させる、まあ、そういう目的を持ったものであるし、実際再稼働方針を打ち上げて東電の株が上がっていたりします。まあ、そういうもう本当にお金のために原発を動かす、もうそういうやり方そのものを私たちは終わらせなければなりません。そしてこのようなメールのやり取り、もう本当にまずいことというものは電話でもね言っちゃいけないと思うんですが、こういうメールのやり取りを彼らが経産省と東電各電力がやっているということ自体がもうほとんど私たち市民を舐め切っているということであり、もう本当にそういう緊張感を私たちの運動が与えられていないということが本当に悔しく思います。今日はこれだけの人が集まりましたが、これはもう本当に5倍10倍の形でもう本当に柏崎刈羽の再稼働を絶対阻止する、東電は福島の人々にもう可能な限りの賠償をしろ、でこんなデタラメな東京電力という会社はもう解体しかない、そういう運動をもうさらにさらに大きく、もうこのような慣れたメールを送れないように、もう彼らに緊張感を与えるような運動を作っていかなければならないと思います。ネット放送を見られている方もおられているか、おられますが、ぜひ次はぜひこの新橋の東電本店の前で共に立ってこの東電を追い詰めていこうじゃありませんか、戦いましょう。本当に許せません。今映像にも仲間が映してますけども、週刊朝日に本当に載ってます。まずこういうことを言うこと自体に当然に抗議のコールをしたい、短くしたいと思います。当然は柏崎の再稼働をやめろ、当然は柏崎の再稼働をやめろ、メールを送るな、ふざけたメールを送るな、柏崎の再稼働を許さないぞ、柏崎刈羽の再稼働を許さないぞ、今すぐ柏崎の再稼働を許さないぞ、ふざけたメールを送るな、福島事故を反省しろ、福島の現実を見ろ、新潟の人々を殺した、
あの DVD 皆さんご覧になりましたか。あれ見て本当に怖いなと思いました。この2年間というもの、まあ、ほとんどなんていうんですか、今なんか日本では時期じゃないですか。それでほとんどね、暑い寒いだったりとか、別に何のことかも起きてないですよね。台風だけなんかみんな同じように停電しましたけども、何のことかも起きてないじゃないですか。それなのにまだ再稼働すると言ってますけど、この再稼働した後ずっと今ある原発でも、今ドイツが廃炉のためにどんだけ大変なことをやってるかっていうのを、あれちょっとご覧になってください。もうすごいことですね。ものすごい廃棄物が出て、核の廃棄物をどのように処理しているかというのを見たら、もう本当に相当だと思うんです。地下にものすごい穴を掘って、地下に核燃料から核の廃棄物を処理しているんですけれども、もう本当に怖いです。そしてもう地下の方は地層がどんどん変わっていくので、ものすごい硬い鋼鉄で扉を作ってあっても、地層がどんどん変わっていくので動いていくんですよね。日本なんかこの火山国でもっともっと動くと思うんですよ。それですでに地下水が流れ込んでいろんな問題が起きているそうなんですよ。これ原発何機か、8機あるうちの1機か今やってるそうなんですけども、そのために年間200億ずつお金かけてるとか、何の電気を生み出さないのにそれだけのお金かかってるんですよね。そういうものを日本にある58機を今これを廃棄するだけでもどれだけ大変かと思うんですよね。その上にどん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 原子力発電所を動かせば、核の廃棄物もどん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 増えていくわけじゃないですか。本当に日本の政治家って何を考えてるんだろう。本当に自分たちの目先の選挙しか頭にない。そうしてお金儲けしようとする人は本当に株が上がるとか、本当に目先の金儲けしか考えてない。それがすごくよくわかります。本当によくぜひ見てください。日本の経済だって本当にこのままいったらおかしくなりますよ。歩いてればよくわかります。本当に日本が吹っ飛んでしまうような、そういう内容です。そして今一番私たちが心配なのは福島県です。福島県の子どもたち、大人も含めて本当に大変なことになっています。東京電力の幹部の皆さん、あなたたちがビールを飲んで天気で天気予報を見て40度になれ、今日の天気はどうだろう、暑くなるのいいな、そう思っている間にも福島の子どもたちはいつもいつも被爆しているんですよ。あなたたちはここで堂々としているかもしれない。だけど福島の子どもたちはみんな毎日毎日被爆しています。今私たちサマーキャンプやろうということで、福島のお母さんたちと連絡を取っています。そして福島のお母さんから電話をすると、お宅の放射線量はどのぐらいですかって聞きます。そうするとうちの家は 0.3 とか 0.2 とか言っております。そして裏の庭の辺だと 3. いくつ 3.3 万クルシーベルトあるというふうに言ってるんですよ。毎日毎日 0.2 マイクロシーベルトのところで生活して、ご飯を食べて寝てるんです。福島の子どもたちは福島市、二本松市、伊達市、郡山市、福島県の長通りはものすごい遊んだ中にあるんです。伊達の小国小学校なんていうのはプールとすぐ横が170万マイクロシーベルトもあったんですよ。でそこを除染して 3. 何枚苦しいレベルになりました。そんなことを校長先生がみんなに、クラスのお母さんたちにそういうチラシを配っているそうです。 3. 何枚とってどういうことですか。 0.6 マイクロシーベルト以上で立派に放射線管理区域じゃないですか。そんなところでずっとずっと子どもたちを生活させてるんですよ。放射線管理区域はそこに仕事をしなければならない業者以上の人が入るだけですよ。そこでご飯食べたりとか、そんなこと絶対しちゃいけないところですよ。そしてそこから出れば、うちに帰れば放射線のないところに帰られる、それが放射線管理区域だったんですよ。今までは福島は四六時中放射線管理区域
私たちお母さんといろいろ話してみてよく分かりました。うちの子供は A2 判定だったから B 判定よりましたそういうことを言ったお母さんがいたんです。びっくりしました。福島民法、福島民意をほとんどちゃんとしたことを伝えてません。6月5日に発表された福島県民の健康調査の結果に関しても福島民意などは8歳未満ではゼロ、そういう書き方してるんですよ。8歳未満では甲状腺がんがゼロとかそんな書き方してるんです。そうじゃないですよね。100万人に1人それが今までの甲状腺、小児甲状腺がんの普通だというふうにあの分かったりさえ言ってるんですよ。それが今福島県の35万人中14万人に占めた子供、18歳未満の子供35万、5万人中14万人それで調べただけでもすでにほぼ27人という人が甲状腺があったということが分かったでしょ。しかもこのことが放射線と関係ないってすごい言ってますよ。本当に放射線に関係ないんだったらなぜ100万人に1人の甲状腺が、子供の甲状腺がんがそんなにたくさんいるかってことを調べなきゃいけないでしょ。日本の医学界は100万人に1人の甲状腺がんが14万人に20何人出たということに関して非常にびっくりしてそれを調べるべきでしょう。どこかでこれは放射線と関係だというふうに思っているから騒がないんじゃないですか。本当はもっと騒がなきゃいけないのに放射線に関しては誰も騒がないようにしなければいけないというそういう不満実があって放射線のこと言わないんじゃないですか。あなたたち東京電力は本当はもうすでに終わった会社でしょう。2年前にとっくに終わっているはず。そして私たちだって東京電力はもうなくなるだろうと思ってたんでしょ。それがたくさんお金を積み込んでお金を積み込んでもらってしかもそのお金を積み込んでもらったものを福島県の人にちゃんと保証もせず子どもたちはそんなところにずっと避難もされずに生活しなきゃいけないじゃないですか。まず毎日に子どもを避難させる、そのためにあなたたちはお金を使いなさい。あなたたちいつもたくさん笑っているお金をもっと福島県のために使いなさい。そしてそんな命令を出したことを処方していきなさい。子どもたちに本当に本当に子どもたちのためにお金を使ってください。キプリンコールお願いします。東電は開催、本当にありがとうございました。全く本当に何の責任も取らずに福島を殺し続ける東電、新潟もさらに殺す、絶対に許せません。続けて、アピールの方をお願いします。Thank you.
して山越村の地震や中越国地震、すでに全て震度5、6クラスの地震が頻繁に起きています。で、2011年 3.11 の後の津波の余震でも柏崎火山近くで震度5強の地震が起きたことは多くの人が知っています。このように大きな地震が頻繁に起きている火山火山原発、そのことについてもっと真剣に考えていただきたい。もしこの間の中越沖地震で全ての原発が、火力原発が、柏崎の原発が止まりましたけど、それについてあなた方はもうちょっとで、ね、2011年 3.11 の福島第一原発の事故になるところだった、その寸前だったということをあなた方は把握してるでしょうか。あの地震がもうちょっと大きかったら福島第一原発の前に柏崎も起きていましたよ。これからあのような地震が起きないという保証は絶対にありません。福島にあのような地震が起きたと同時に柏崎にもこれまで新潟県にも何度も大きな地震が起きてきました。このような中で今あなた方がすべきことは直ちに柏崎原発は全てやめにする、これからはそこで活動させない、このような考えを持ってこそ、ほとんど政治、それこそは正常な精神じゃないでしょうか。新潟県には戦後の大きな地震が起き、ここ数年の間にも何度も地震が起きて死者も出ていて、そして最近でも 3.11 の余震が起きていて、これからも起きるでしょう。新潟沖には活断層が海底にいつもあるそうです。そのようなことは分かっていて、そして福島第一原発の実情が分かっていて、あなた方はこれを再稼働させるということは、それこそ精神状態が正常であるというふうに考えられません。あなた方はもう少し真剣に、もっと真剣に原子力発電が何をもたらしてきたか、じゃあ何がこれからこの原子力発電が日本にもたらすか、よく考えてほしい。再稼働させれば使用済み核燃料は増える、今でさえ使用済み核燃料はもう満杯になっている、その使用済み核燃料の処置ができていない、このような状況の中で再稼働するということはもうほとんど犯罪に近いです。おそらく今の原子力規制委員会も簡単には再稼働させないでしょう。多くの国民の声と福島第一原発の実情、この実情、この解決しようにもほとんど困難な状況の中で必死になってやっているあの福島第一原発の実情をすれば、原子力規制委員会も簡単には再稼働を進めて許可したいと思います。しかしながらそのことも分かっていても、あなた方は再稼働させるということは極めて非常な状態だという、非常な精神だということをよく考えてもらいたい。これからもここに来て何度でも東京電力はこのこの原子力発電の問題を責任を取って、すべての東電の原子力発電をやめ、やめにするまで私たちはここに来て戦うでしょう。どうもありがとうございました。では、私中本からパッパのアピールをさせていただきます。今日は皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。本当に毎度毎度のお願いで心苦しいんですけれども、人数も少ないし、いつも来てくださる方メンバーが定まってまた早くて思っちゃうかもしれないので申し訳ないんですけれども、こういう行動を行うためにはプラカード作ったりですとかね、会議の会場を借りたとおりとか、若干空気が変わっております。毎度のお願いで申し訳ないんですが、お気持ちだけで結構ですので、今この茶色いカッパ僕と持って回りますので、お心をだけ、お気持ちだけ、サッカーしてくださればありがたいと思います。サッカー、やっぱり この設置するためにはどうしてもお金が必要となります。それで当然、柏崎カルバー集中
強いのか、不満でたかと言ってますから、今後ともずっと続けていくためにも、パンパの方をご協力よろしくお願いします。お願いします。すいません、どうも。ちょっと 別なんですが、辺野古への基地建設を許さない実行委員会、あまり参加してないですね。のメンバーとしては連絡です。明日の決心締め切りで、埋め立てについての意見を募集しています。明日の決心が締め切りです。ですから、遠慮なかった方は結構ですから、少なくとも少しを差し付けたという人は、ぜひ、今日中に意見を書いて、明日、ハガキでも手紙でも、この辺でも結構ですから、投函してください。ぜひお願いします。ご存知のように、今、埋め立てを申請、ご予約をしてまして、それに対して、県が答える状況になっています。その中で、たくさんの人の利害関係者の意見を今、募っているわけです。その意見をぜひ出してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。原発も基地も、人が人を殺し、人に迷惑をかける施設をこの大都会が地域地方に押し付ける、そして一度事故が起きても何の反省なくそれが続けられていくという点で大きく共通していると思います。福島同様に沖縄でも大きく反対が巻き起こりということで共通点があると思いますので、たくさんの方ぜひ、最後にあとお二人ほど、アピールが、ありますので、よろしくお願いします。東電の皆さん、通行人の皆さん、こんばんは。私、最近東京電力のホームページを久々に見ました。その中で気になったことがあります。東京電力グループ企業合同検証というのが発布されてました。以前にも合同地震ですとか企業理念というのがあったんですけれど、新しくなって発布されてました。それを見て驚きました。どう驚いたというと、驚いたっていうか、呆れたっていうか、そこに書いてあることは、普通に読めば、とても立派なことなんです。ですけど、私にはどう見ても、自白状のように見えるんですよ。どういうことかというと、一つ一つに、なんとかします、なんとかしますって書いてあるんですけど、それを、なんとか、出ませんでした。出ません。読み替えたら、その通りなんですよ。あなた方が今までにやってきた罪が書かれてます。それをここで読みたいと思います。東京電力グループ企業行動現状。東京電力グループは事業活動と様々な関わりを持つ方々、すなわちお客様や地域社会の皆様、バブル時投資家の皆様、ビジネスパートナー、従業員、その他社会の多くの皆様との対話を重ねつつ、その期待に誠実に応え、信頼をいただくことが基本的な使命であり、持続的に成長遂げていくための基盤であると考えます。東京電力グループはこうした皆様との信頼の絆を揺るぎないものとし、企業の社会的責任を果たすため、企業行動のあらゆる局面において公平さや倫理を保つことを基本に、以下の原則に基づき行動します。1、人間の尊重、企業活動のあらゆる場面において安全を最優先します。また
人権に関する国際社会の基本原則を守り、いかなる差別も行わず、個人情報の保護を徹底するなど、人権を尊重します。これやってきましたか、本当に。どういう状態だ。労働者被爆させて、党が新人で雇って、何やってきたんですか。未だに続けているでしょう。2、企業倫理の徹底、すべての事業活動において、関係法令、国際ルール、およびそれらの精神を遵守し、誠実に行動するなど、企業倫理を徹底します。これはさ、前の企業イベントもそうでしたけど、法令遵守、それをやたら繰り返し言ってるんですよ、あなた方。それはね、それで本当かもしれない。だけど、その法令はどうなんですか。法令保護法と呼ばれるような賠償法ができたり、総括定価方式で、どういう国民から、みんなから、いろんなお金、あなた方の遊びに使うためのお金まで、経費に組み入れて、奪い取ってきたんですよ。そういう法律を、おかしな法律を肩につけた、それだけは大きな声で叫んでるんですよ、あなた方は。3番目、透明な企業活動の推進、広く社会とのコミュニケーションを行い、透明性の高い開かれた企業活動を推進します。また、政治共生とは健全かつ正常な関係を維持します。どうですか？健全な関係を取ってこなかったっていうことを発表してるも当然でしょう。4、商品サービスの品質安全確保、お客様の信頼と満足をいただけるよう、品質安全の確保に万全を期し、価値ある商品サービスを提供するとともに、すでにその価値を高めていきます。どこに信頼あるんですか。最近またどっかで停電起きましたよね。ちゃおうかもしんないけど、わざとやったんじゃないですか。脅しじゃないですか。そう思うくらい信頼はもうないんですよ。ちょっと早くていきます。5、環境問題の積極的な取り組み、環境、地球環境問題の解決をはじめ、自然環境や生活環境の保全、創出、最適な試験化循環の実現に積極的に取り組み、持続可能な社会づくりに貢献します。環境問題考えたら原発なんかできないだろう。循環社会、とても高度な循環社会が出来上がってましたよ。だけどそこにあなた方が放射能という毒を入れてめちゃくちゃにしてしまったんだよ。この責任を取れよ。6、高い地域社会の発展への貢献、地域の方々に事業活動を支えていただけるのと、その基本的な認識に立ち、良き企業市民として地域社会の発展に貢献する活動を行います。これ言ってみればさ、地方に原発を押し付けてお金ばらまいてがんじがらめにしてじゃあ、その裏側はそういうことなんじゃないですか。そういうふうにしかね、読めないんですよ。全部もう自白調書ですよ、これ。そして最後7番、明るく元気な職場作り、安全で働きやすい職場環境を確保するとともに、従業員の人格個性を尊重し、生徒、高等生徒発生し、明るく元気な職場を作り、
回やる気を出すためにとか、そんなようなことをいっぱい開催しました。現場で働く人たちのことを考えて書かれたものには読めないんですよ。だってそういう関係になってないじゃないか。これらね、7つありますけど、全部あなた方が今までやってきた罪でしょう。それをね、こうやってまとめたことは偉いかもしれないけど、これ4月にかけて2ヶ月、3ヶ月何もやってないでしょう。こんなことさ、書かなくたっていいんだよ、本当は。行動で示せよ。いつまでこんなこと続けるんだよ。これ、医療のとっても大事な書類だよ。これをさ、今度はさ、逆にみんなが驚くくらいにちゃんとこの通り実行していい支えを作ってくれよ。お前らもおい、ちょうめお前らが書いたこの検証絶対忘れないから、絶対にこれを果たせよ。東京電力原発やめろ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 。
ピーチ、そしてコールもいろんな方にやっていただけて、本当にありがたく思います。柏崎の再稼働の問題、そして福島での今の状況を変えるための戦い、まだまだこれからだと思います。今日は皆